はい、どうも代表です。今日はですね、ちょっと雑談動画、テラバトルに関する雑談動画になります。先日の動画でちょっと配信した通り、新しいキャラクターを手に入れたんですけども、もうですね、復讐残像で登場するキャラですね。はい、セナーラですね。セナーラを今育成中なんですけども、まあ、早速ね、ちょっと再構築をしていきたいと思いまして、その DNA 再構築でキャラクターを見たところ、この、リヴァイアサン牙っていうのが、まあ、簡単に集まったんですね。まあ、落薬メンバーだったら、まあまあ、いけるんですけど、まあ、リッチ起動も結構楽にドロップするんで、まあ問題ないんですが、このバッシュドラゴンがですね、かなりちょっとドロップ率が悪くて、まあご存知だと思うんですけど、この竜王降臨のバッシュドラゴンでドロップするんですけども、ドロップ率がですね、だいたい3回に1回か4回に1回ぐらいしか落ちないんですね。で、スタミナ40消費と。で、例えばバッシュドラゴンのラックを100にしたい場合は、周回しなきゃいけないんですけど、100回やるのかと。スタミナ40あるにもかかわらず、それを100回、しかも3回に1回しか落ちない。ってことは300回周回しなきゃいけないんですね。これはちょっとどうなのかと思います。で、この、本当にもったいないんですけど、キャラクターの中に知ってらっしゃる方もいると思うので、ジョーカーというキャラクターがいて、これが今ラック90なんですけども、これはあの再構築の素材がない時に、素材キャラがいない時に代わりに使えるというキャラなんですね。ただしこれも先にその素材キャラを取ってしまった場合は使えないっていう、ちょっと変わった仕様になってまして、ちょっと要望としてですね、この、まあこれでもドロップ、再構築化するんですけど、非常にラックとか低いキャラクターになってしまうので、ここに、その、選択肢として、その、素材キャラか、ジョーカーを選べるようにしてもらったら、ちょっと楽になるかなっていう。まあ、もしくはこのバッシュドラゴンのドロップ率を、例えば一回周回するたびに一回出てもらうぐらいのことをしてもらえると、やる気にもなるかなっていう気もしますけど、さすがにね、ちょっと300回はね、バッシュドラゴン回す気はないので、だったらもう最初から、もう普通に再構築しちゃって、その後で育成した方がいいのかなっていう気もするんですけど、本当は、再構築する前に育てた方が、効率はいいので、その辺をちょっとですね、検討いただけたらなっていう要望をちょっと送らせてもらおうかなと思ってます。そんな感じです。以上です。